こんにちは。4月の4日、本日もやっていきます。痩せるまで毎日帰れま支援のコーナーです。Good Air ドコン。今日は結構僕は食べた方かな。今日かなり食いましたよ。今日はね、ちょっとね、自分で触ってもお腹出てるんですよ。僕はですね、朝ごはんちゃんと食べました。これ朝と昼だけで夜ごはん食べないようにしようかなっていう計画で朝ごはんをきっちり食べました。でお昼にですね、うどん、大盛り肉うどん。大盛り肉うどんと、それから、おにぎり2つ。汁まで全て飲み干させていただきまして、まあ美味しかった。いやー、熊本県八代市に来たら中村うどんおすすめです。うちのすぐ近くの。で、その時に堀田君は朝ごはん食べてない。ないですよね、朝ごはん。で、お昼に肉うどん、普通のを食べて、普通のね。で、僕はその後ですね、今日夜の授業が、生徒さんがなんとですね、僕のためにプリンを買ってきてくれまして、はい、何があったかよく分かんないですけど、プリン9個だったので3個だけ食べました。だけじゃないですね。3個だけプリンを僕は食べて、で、まあ、今日の戦いに挑もうと思ったら、うちの奥様がですね、ぶち切れまして、飯食わんなら早言え、何やったお前は、下打ち殺すぞと、まあこう来たわけですよ。これいかんなということになって、今ご飯じゃん3杯を食べた直後の状態の中村健太郎です。よろしくお願いします。わかりました。じゃあ今日も体重計に乗って、昨日の85キロよりも下回ってなければ帰れませんで、今から運動と、はい、いうことですね。いいでしょう。はい、じゃあ頑張っていただきましょう。では早速、ちょっと待ってくださいね。一発撮りいいね。はい、どうぞ。もうよかった、映像的には映ってないですよ皆さん。今皆さん見えてないと思いますけど、モザイクは大変なんでもう映しませんが、これね、今ズボンをお脱ぎになられています。もう分かってる。ではでは、どうぞ撮影の方をお願いします。あ、こう紐入んないよね。はい、では最終日に早速乗っていただきます。おクリアでございます。4月の4日 84.8kg。 おめでとうございます。ありがとうございます。まさかズボンまで脱ぐとは。もう分かってましたから。この企画に人生を狂わされつつある。そいやいや、じゃあ行きましょうか、はい、いやもう本当期待を裏切ってごめんなさい。もう 83.2 を狙って今日も頑張らせていただきます。じゃあ行きまーす。よいしょ。さあ今日の体重、はい、出ました。ちょっと、はい、では書かせていただきます。ちょっと待って、マジで83.8？ あ、ちょっと、それやばい。ちょっと待って。はい。500g。てか、500g じゃ 83.3 だから、600g 痩せなきゃいけないってこと？ないわ。行ってまいります！ね、年だからね、走ってもね、すぐ歩いちゃう。そうね、そんなに汗かかない。ちょっと 500g はちょっと厳しいかなと思ったんですけど、うんこしてきました。なるほど。はい、僕らは巨大なんで、いったんちゃうかなと思うんですよ。測っていいですか、
結果発表いきます。よいしょー。あと 200g 83.4。あと 200g ですか。いや、僕ちょっとそれはない。脱いだぜ。上はこの企画きついって。いやいや知らないじゃないです。三日坊主って知ってる？4日目十分ダメ。まあまあトレーナー脱いだからいけるけど、もういけんかったらほんとここで腹筋スクワット100回したら、100回っつった、ちょっと少なめでいいかな。20回にしてちょうどいい。もう今やるわ。ギリまで燃焼するわ。20回いったら、もういくで、いきます。測定結果は、82.8。俺の本気見てね。はい、映ってるのあれ、はい、というわけでインターネットラジオグテアをご覧の皆さん、今日もありがとうございました。結果発表させていただきます。まずお先にどうぞ。はい、僕は昨日から200g ですね。84.8kg です。はい、僕もですね84スタートなんですけれども、昨日が 83.3 で今日が 82.8。 私も 500g 落ちました。いやでもね、ちょっと言うとくけど、俺のここにはねご飯3杯入っとんねん。そうっすね、ご飯じゃん3杯が。明日余裕っすよ。いいよ、じゃあ俺もうやっちゃうよ。明日 500g 以上痩せてます。ってことは82.3。もうこれいかんかったら、なんや、罰ゲームやりますよ。何かしら罰ゲームやります。なんならコメントで書き込んでもらってもいいですよ。何かしら罰ゲームやります。無茶なんやめとき。というわけで、今回はここら辺でといきたいところですが、最後に疲れたので僕プリンでお別れをしたいと思います。大体ねプリン中のはねどうやって食うかっていうのはねよく分かってないやつがいる。いいかい、プリン中のはこうあるでしょ。どう飲む。いや、飲み物。ダイエット頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。今コンビニ行ってきたんですよね。作家だって編集があるのに、そんなコンビニとかないわ。そんな、え、行ってきましたよ。でヨーグルト、ブルガリア、ヨーグルトも買い。他に 何買ったんすか。いや大丈夫。他に何か買ったんすか。走ったじゃん、だってだから痩せたじゃん。まあ、まあその分もちろんクリアしたんだけど、まあちょっとそのおにぎりを2個ほど。おにぎり大体1個200キロカロリー、プラスコロッケス、まあ大体1食分のカロリーを取ってきたんですか。じゃあ今、いやいや、ちょっとだよ、ちょっと。
コロッケも食ったんすか。ソース全力で入れたし、そんな普通やと思うねんけど。これは今食わんよ、さすがに。